9月1日正午、羽生結弦さんから単独公演の第3弾となる結弦羽生アイスストーリーセカンドリプレイツアーの開催が報告。埼玉、横浜公演に加え佐賀公演も予定されており、パワーアップする羽生さんのアイスショーにファンの方々は期待せずにはいられないようです。この日、羽生さんは2023年から24年単独公演ツアー結弦羽生アイスストーリーセカンドリプレイツアーを開催していただくことが決定しました。その場でしか完成しないアイスストーリーを繰り返す問いから、あなただけの世界の色をと公式 SNS を通じ報告。また公式サイトも同時にオープンしており、その中でみきこ先生や大切な皆さんと一緒にまた作り上げていく機会をいただき本当に嬉しいです。このリプレイには自分の経験の中で大きな要素であるゲームの世界からの倫理観や価値観も入っています。たった1回しかない命、繰り返しできるゲーム、相反している2つの中でそれぞれでしか見つけられない大切なことがたくさんあると思っています。どちらの大切なことも言葉たちとスケートに託していきます。見てくださる方の中で考えて過去が消化されたり、考えすぎて逆に悩みが増えることもあるかもしれません。正解が一つではない問いの中で、そして一度として同じにならない空間とスケートと演出で見てくださる方一人一人の中にしか生まれない世界の色を感じていただければと思います。正しさも間違いも悲しみも孤独も祈りも自分の魂を込めて言葉たちとスケートで紡がせていただきますと、この公演に向けての熱い思いを語ってくれていました。またこれまでも羽生さんの公演を演出してきたみきこさんからもコメントが届いており、ギフトの本番を見ながら今まで見たことのなかったジャンルの表現がここ日本で生まれた喜びと、もっともっと描きたいという欲望で胸がいっぱいになりました。まだ見たことのない景色にたどり着くために、遠くに見えるかすかな光を目指してただひたすら祈りながら進み続ける。たくさんの選択肢の中から選んだこの道が自分だけの物語になっていく。羽生くんの紡ぐ言葉たちと彼にしか描けない表現にお客様の人生が重なって初めてこの作品は完成します。羽生結弦の表現に触れられることはきっとこの時代を頑張って生きている私たちへのご褒美です。再びのこの機会に感謝して大切に大切に作ってまいりますと、羽生さんに負けないくらいの熱いメッセージを寄せてくれていました。現在埼玉スーパーアリーナを会場に11月4日5日に開催される埼玉公演の詳細しか判明していませんが、特に九州での佐賀公演にはおそらく西の民たちは佐賀アリーナに集結するでしょう。私を含め覚悟してチケ取り頑張ろうなどといったコメントが寄せられており、 SNS は活気に満ち溢れていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。羽生さんが静かな時は大きなことが起こる前触れだったのね。羽生くんはもしかして人生をかけて全国を順番に回る気では、まさに地方創生の神ですわ。羽生くんのツアータイトルが趣味を前面に出してきてる感じがいい。羽生くんが好きなゲームの世界観がどう表現されるのか楽しみだし、ギフトに続いてみきこさんの演出も楽しみ。ファンのみんながチケ取り今から本気ですごい。また落選祭り来るのか。
でも嬉しい。みんなが通常運転で大騒ぎしてて活気に満ちてる。コントも含めなんてワクワクするタイトル。羽生さんはコピーライターとかデザイナーの才能もある。今度のアイスショーのタイトルロゴ、懐かしの RPG に出てくる文字みたいで面白い。羽生くんが考えたのかな。ゲームにインスパイアされたってことは、もしかしてストーリー分岐とか複数エンディングとかあったりする。ああ、妄想が止まらない。羽生さんのアリーナツアー絶対行く。全力でチケ取りするから待っててね。ギフトみたいな感じの公演をツアー形式で、しかも2日間連続してやるのは体力いるよね。体力作りはしてるんだろうけど無理しないでね。お知らせありがとう。待っていました。羽生さんのワンマンショーを渇望していたので本当に本当に嬉しい。羽生さんのスケートと作り上げる世界観が大好き。生きる糧ができました。ありがとう羽生くん。九州のファンの方たち、よかったね。え、福岡の隣の佐賀に来るの？待ち望んでいた九州についに。福岡と佐賀は一体化しているようなもんだからね。おそらく西の民たちは佐賀アリーナに集結するでしょう。私を含め覚悟してチケ取り頑張ろう。そしてしっかり盛り上げよう。守りに入らずガンガン攻めてる羽生くんが誇らしい。置いてかれないように頑張って追いかけなきゃ。羽生くんが思い描く新たなアイスストーリーの世界を楽しみにしています。素晴らしいツアーになりますように。羽生くんの紡ぐアイスストーリーが今から楽しみで仕方ない。それまでどうか体を大切に納得いく練習ができますように。